さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。引き続きねパフュームクローゼットはまだねこれ継続中で、詳しく気になるやつは、パフュームクレーゼットでなんて検索全部ぐちゃぐちゃになっちゃった。さあ今夜はですねこの風にパフュームの3人がやりたいことを研究、そしてもしパフュームの曲を擬人化したらどんな人になる、そんな研究もお届けします。面白そう。パフュームロックス、Perfume Locks starring Perfume。ラジオネームユウからの依頼。フーユウにやりたいことを3つ研究せよ。なぜ3つなのかは書いてないのでわかりません。じゃあ冒頭でそんなこと言ってやんなよ。ユウくんありがとうね。あ、ユウくんかちゃんかわかんないけど、ユウありがとう。じゃあ3つなので、カウントダウン方式でなんか行きたいと思います。え、カウントダウンするんですか。え、自分で自分でってこと。まず、あ、自分で自分方式らしい。入り込んでますわ。どっちが冬にやりたいこと第3位は、チゲ鍋。チゲ鍋ね。続いて、のっちが冬にやりたいこと第2位は、すとまずチーズフォンデュ。食べ物ばっかだよね。そしてのっちが冬にやりたいこと第1位は、羽毛布団を買う。買え。最後食べ物じゃなかった。本当にやりたい。切実さが1位だけに出てた。いいじゃん。今ねガーゼの布団と寒毛布で過ごしてて、すごいね、もう一人暮らし感がすごい。すごいでしょ。大学生の一人暮らし感がすごい。そうなの、いい羽毛布団買おうと思って、いいじゃん。まずは処分して、だからそういうの先にしたらなくなる時期があるから。そうなんだよね。いよいよ寒くなってきたので、冬にやりたいです。変だな、ま、ずは本当に。じゃあ続いてカシウカが冬にやりたいこと第3位は、ちゃったこたつに入りたい。入れ。そして続いてカシウカが冬にやりたいこと第2位は、わーってなっちゃってる、ニットを半分に減らしたい。買いすぎてんだね。今日のニットもなんと2色買いということでね。そしてはえあるカシウカが冬にやりたいこと第1位は、家にあるボディクリーム使い切りたい。あ、それいいね。これ人の聞いてるとイラッとするもんだね。今知った。ちょい歌なんだね。おーおーこたつ入りたいんだよ。こたつね。でもさ、こたつ絶対買っちゃダメだと思ってんだよね。うん、買ったらもう動けないから。そのタイプな気がする、ずっとこたつにいると思うから、こたつ買っちゃダメだと思って買ってないの、でも一人暮らし用のこたつとか最近あるじゃん。ある。あ、そうなんだ。そう、なんかしかもこたつじゃない時期はちょっとおしゃれにテーブルとして使えますとか。あるんだよ。え、すごいじゃん。めっちゃ見てるからさ、知ってんだけど、でも買っちゃダメだと思うから、ちょっと誰かの家でこたつに入りたいなと思って。なるほどね。人ん家頼みで。人ん家頼みで本当にやりたいことだね。そう。そして2位はニット半分減らしたい。減らそう。毎年増えるから、けど減らないから、どんどん増えて増やしてね。迷ったら2色買って、それだよね。バカなの。それだと思う。で1位ね、ボディクリーム使い切りたい。なんでこんなたまるんだろうね。えだからバディがそんなにないからね。その確かに塗るとこもそんなないけど、そういうこと。もらったりもらう、あんまり買わないように心がけてんだけどね。ボディクリームあげやすいんじゃないかな。そうだよね、そして多分冬生まれだから、冬にぴったりなんだろうね。なるほどね。夏にボディクリームあんまないよね。確かに。だからかもしれない。頑張って使い切ります。さあラストを飾るあーちゃんが冬にやりたいこと第3位は、 DJ だな、チョコフォンデュパーティー。楽しそう。やべえ。続いてあーちゃんが冬にやりたいこと第2位、カーペットのクリーム。あー大事。そしてあーちゃんが冬にやりたいこと第1位は、タイツを出しそれが1位
しいこんなことですか。タイツ断捨離したいですか。タイツを断捨離、これが一番したい。なんで減らないの。私タイツの引き出しがあるんだよね。タイツだけに引き出しあるの。1メーターぐらい、1メーター20センチぐらいのずっと笑ってるけど、泣いてる泣いてる。もう笑いすぎて僕もう喋れないよ。動画でお届けしたいな。顔も面白かったな今の。やりたいこと話すの結構面白いね。あんま聞くことないから。でそんでやれよっていう。やれよやれよやれよってすんじゃん、うん、やれよって終わり。やればいいじゃんなんだけど、なんかこれ楽しそうみたいな思っちゃって。以上という研究結果になりましたが、なぜ3つ限定だったかはまだ分かりません。You're ready for this。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。さあ12月のパフュームクローゼットポップアップショップ開催。はい、はい、今デパートをいろんなところでポップアップやってたんですよ、うん、いろんな地方、うん、それが12月4日火曜日から12月13日木曜日までラフォーレ原宿2階で、うん、コンテナ、うん、っていうところでやることが決まりました。ラフォーレだって。ラフォーレだ、うん、しかも2階ってめっちゃいいとこじゃん。ね、目立つとこだよ。ね、ガテン以外初めてですね。嬉しい。まあこれちょっと見に行きたいですけど、ね、行きたい。さあそして12月の19日水曜から12月25日火曜日は、うん、博多阪急福岡のね、うん、4階でサニー&ボーダー売り場ってやるんだって。おお、これ博多駅にくっついてるとこだったよね。そう、博多駅の上4階。しかもライブのタイミング。あら、福岡いるじゃんうちら。すごい。いるよ。ってことは23、24はここも一緒に行けばいいね。なるほどね。ばっちり。まあラフォーレは百貨店以外の初の出店となり、はい、パフュームクローゼットオリジナルのショップバッグが初お目見え。可愛かったです。あれだ、可愛かったね、うん、また12月開催のポップアップショップではクリスマス月ということで、うん、あの靴下がクリスマスパッケージで登場します、うん、ちょっとささやかながら、うん、あれ可愛いよね、ね、うん、なんか誰かのプレゼントでもいいし、うん、自分へのプレゼントでもいいし、うん、この箱もなんか後で使えそうな感じだったから、うん、なんよかったらチェックお願いします。ラジオネームシュガメスからの依頼。もしパフュームの曲を擬人化したらどんな人になるかを研究せよ。書き込みによるとクリンクリンはチャイナ服を着た元気な子、1ミリは天才肌だけどそれゆえに人との会話が苦手で口下手な子、パピーラブはめっちゃ可愛いツンデレちゃんだそうです。シュガメスちゃんの中ではそういうイメージなんだね。なるほど。そうなんだ。面白いのがこれ全部女の子でイメージしてるね。そうかもね。確かに。私パピーラブは男の子が浮かぶ。そうなんだ。あ、でもそうかもね。主人公は男の子かも、うん、男の子が女の子に翻弄されてる感じかも。そうそうそう。だから男の子が浮かぶけど、うん、シュガメスちゃんは女の子が浮かんでる、うん、ね、うん、面白い。面白いね。おな、チョレイリンだ。チョレイリンだ。チョレイリン、チョレイリンだ。それあのライブ後に流行ったやつ。メンバーの中でチョレイリン、チョレイリン。ふざけてんじゃないよ。爆笑してんじゃないよ。ふざけてないなーって名古屋でずーっと笑って同じことお腹痛い。チョレイリン、チョレイリン。何やってんすかマリオさん。ずっとやっても楽しくないから、うん、ぜひこれやってみてほしいけども。これ擬人化。人に私ちっちゃい子かな。ああ。そのアジア系の商店街とかにいる走り回ってるちっちゃい子ってイメージ。へえ。かわいいね。言葉がなんか尻滅裂な感じが、うんうんうん、子供は確かに、うんうん、ね、当てはまるかも、うん、私はのっちはもうすごくシンパシーを感じて、もうこれはもうオタクです。オタクの人、それジップとか
そういうバイクとかがあるから、もう好きな人ができたらすぐ調べて、スイープ&リードでもう、ね、夢中でいさせてっていう、好きでいさせてって、うん、そういう感じ、そういうイメージ。なるほどね、もう想像が先を行くっていう感じだ。そうそうそう、へえ。なんか私はなんかお茶目な男ってイメージ。お茶目な男だった。うん、お茶目な男で聞くと超面白いね。お茶目な男のイメージ。へー。なんか外側は静かにしてて、うん、眼鏡とかかけてる、うん、もう感じだけど、でも中めっちゃお茶目みたいな。面白い。かわいい。そういう印象だな。懐かしい。ボイス。ずっと歌ってないよ。うん、これ私結構好きなんだけどな。いい曲だよね。好き。うん、これか。何ある？なんか仲良くなりたいけどなれない人見知りちゃんみたいなイメージある。うん、そうだね、うん、私もすごいそれあるな。協調性を常に気にしてる子だと思う。うん、すごいこう合わせたい、 everything を合わせていきたい。合わせてこって、うん、everything 合わせていきたいんだけど、うん、でもどうしてもこうちょっと自分の中のものとこううまくやり取りできなくて、うん、嘘を切ったくもないし、うん、みたいな、うんうん、ちょっと協調性の協調性、協調性常に気にしてる子。なるほどね。私はこの、うん、まあ、女の子なんだけど、うん、このままじゃ幸せになれないと思う。うるせえよ。アドバイスなの？アドバイス。キュンとする一瞬の恋が続くならって言ってるんだけど、うんうん、もう今キュンとしたことに感謝しなって。解いてるじゃん。感謝させていただきなって。そうそうそう、うん、続くなら、うん、もう今キュンとできたことが素晴らしいんだよって言いたい。わ、うん、かるよ。うん、だからもう先先のことばっかり考えて不安になってんじゃないよと。そうそう、今起こってるこの今を生きなってこと。うん、そうそう、うるさいよ。誰だ言われるよ。かな、うん、かな、かな、うん、かな。大丈夫ない、大丈夫ないか。まあめんどくさいよね。ちょっと情緒不安定だよね。不安定、うん、不安定だよ。確かにな。一旦落ち着こっていう話だよ。うん、深呼吸して落ち着こ。うん、落ち着こ。どうそっか。でもこれなんか私心の中で言ってるだけだって思ってる。うん、ああ、うんうん、そうか。心の中がざわついてる感じ。うん、だから外見はめっちゃ大人な女なんだよ、ね、いやー、あ、女の子なんだ。そっちか。なるほどね。めっちゃ大人な女なんだけど、うん、中こうなってて、うん、でも年下の人と一緒にいるから、うん、こうそういう内面言えないみたいな感じする。ベイビー大丈夫、ベイビー大丈夫。すごいよね。うん、ベイビー大丈夫、ベイビー大丈夫。頭の中どちらかってるもん。そうだね。恋に夢中な感じが憧れの人にちょっと近づけそうで、うん、頑張りたいけどドキドキして、うん、どうしたらいいかなみたいなテンパってる感じが。確かにね。私男の子かと思ってた。へえ。あ、女の子だった。あ、女の子だった、うん、実際にこの大丈夫ないの人がいたらめんどくさいなって思うけど、それって多分自分がそういうタイプなのかもって、うん、思ってる。同族嫌悪みたいな。へえ。ちょっとやっぱなんとなく思い当たる節もある、うん、から、うん、だろうね。でも面倒くさいだろって思いながらも、うん、なんとなくみんな思い当たる節あるみたいな。うん、占いとかちょっとなんかいろんな言われて、うん、うーって言いながらもうちょっと思い当たる節があるから、うん、ちょっとこうずっと生唾飲んでるみたいな。そういう感じするな、この歌。そうかもね。面白い。恋するとこうなっちゃうんだよな。うん、しょうがないね。うん、こういうのもあるっていうことをやっぱり男女ともども、うん、分かったし。そうだね。さあ、どうだったのかな。これはみんな共感できたかな。できたかな。どうじゃろう。まあ、それぞれあるだろうね。ね、年齢とかでも見方違うだろうね。うんうんうん。これ出会ったと結構前じゃんね。うん。だからね、違ったね。うん。うん、面白い。ちなみに遠山校長、無限未来を擬人化したらどんな子になりますか？時間を止めて、無限未来でしょ。極
としては壮大なね感じがしますけれども、そうだね、うん、女の子は女の子なんだけど、はいはい、なんか日本人ではないかな。あ、なるほど。目はね、目は青い。おで、あの大人の女性じゃなくて、あ、そうですか、10歳11歳ぐらいの、へがだね。で、白いあのワンピースっつうの、はい、すごいヒラヒラさせながら、あの駆け足になってんだけど、うん、それがね前に進んでるように見えて、その上にこう浮いてってるから現実的ではない感じかな。おお、面白い。金髪だね、黒髪じゃない。って感じかな。僕もなんか大人なイメージしましたけどね、ちょっとね、曲の感じだと、うん、人によって全然違うのかもしれないですけど、生徒のみんなも書いてくれたりしてて、うん、静岡県15歳女の子ラジオネーム、うん、シャガメス、もし Perfume の曲を美人化したら、テイクミテイクミはおしゃれなバーでおしゃれなカクテル飲んでる大人の女、目つきが、妖艶そう。なんとなくわかりますかこれは。いや、え、バーでしょ。はい、バー。いやー、うまいね、うまいこと言う。他にも書いてる。テイクミテイクミはやっぱ、はい、うん、あれだね、足がつかない椅子座ってるね、多分高めの椅子、高めの背もたれがないのかな。まあ実際テイクミテイクミは椅子に座って踊るから、はいはい、まあ、そこから連想されてるってことで、あ、もしかしたら、ね、ちょっと自分の発想陳腐だなって今思っちゃったんだけど。はい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 。あとはテイン、はいはいはいってごめんなさい、ごめんなさい、失礼流しちゃった。読みたくて早く、いいごめんね。トゥインクルスのパウダーリースの、はい、表面的には凄まじくクールで表情も全然変わらない氷の女だけど、中身は友達を大事にするホットココア好きの普通の子。あ、すごいイメージ膨らませてますよこれ。そこまで、いや、行けなかったな俺、行きたかったあ、めっちゃいい。トゥインクルスの掘り下げると結構みんないろいろ書いてくれて、よかった。これ Perfume 掲示板にもみんな書いてあるから一緒に見て。面白いね、 Perfume だけでも違うしね、うんうんうん、で Perfume はやっぱあのやってる側だから、はい、また違う。で俺はさっきのこの無限未来だったら、そのミュージックビデオのイメージとかももう入っちゃってるから、そういうのがあると余計ね、天女とかがなんかいるイメージなのよ。わかるわかる。だからでも面白い、これいろんな曲も聴きたいし、みんなのも聴いてみたい。逆にイメージだけ聴いて、 Perfume の3人のこの曲は何でしょうクイズとかもすごい、逆にね、面白そう。うん、来週の Perfume ロックスはなんとあのゲッターズ飯田先生が登場。あら、まあ、3人を占ってくれるらしいってことで、うん、2019年とか、はい、そうじゃないですかってことなのかな、うん、まあ、12月を占うかもしれない。急にピンポイントで行くかね。パフィーム3人どうもありがとう。明日のこの時間はスクールオブロックの新ロッスの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス、スクールオブロック。